今回、オークションに出展させていただきますのは、進撃の巨人で使わせていただいた、机です、この机は仕事に集中できるように家具デザイナーである父に頼んで、オーダーメイドで作っていただきました。制作していただいたのは故郷である、日田の、日東木工さんです。この机の上で僕やアシスタントさん方と約4年間進撃の巨人が生み出されました。時には弁当を食べたり潰して寝たりくだらない話で盛り上がった時も、締め切り前のピリピリした時も担当さんたちと話の展開を打ち合わせした時も、制作に費やした全ての時間、自分にとっては少し遅れてきた青春であり、もうそうですね、この机と共に全てありました。デジタル作画が主流となりまして、大人数で漫画制作することも、なくなりつつあります。昨今においては無用の長物なんですが、僕にとっては、大変思い入れの深い机です。それが誰かの役に立てれば幸いです。オークションにあたりサインとイラストを描かせていただきました。昨今悲しいニュースが多いですが、少しでも世界が平和になるように少しでも貢献したいと、今回購入いただきました代金は国境なき医師団に寄付させていただきます。